アロハー YouTube! G クラス YouTuber のレジちゃんです。はい、今日はですね、まあ今新型 G クラスね、言うとですね、やっぱり G350D400D のまあすごい人気高いじゃないですか。高いですね。ね、すごい人気あるんですけれども、まあそのね、相場情報とかでも結構再三お伝えもさせてもらってるんですけど、まあ、その中でもやっぱり特に限定車の、まあ350D400D で言うとマヌファクトゥアエディションっていうのもやっぱりその特にこう人気が高いじゃないですか。限定車ですもんね。そうで、やっぱり限定車っていうのはもう今新車で販売されていないっていうことで、もう今市場にあるだけっていうね、まあ、そういったところの、まあ、希少性の高さ、まあ、そういったところもやっぱ人気の、高さの一つなのかなと思うんですけれども、今日は今まで発売されてきた、G クラスの、限定車についてですね、ご紹介していきたいと思います。はい、今日ですね、ご紹介する限定車っていうのがですね、これ僕個人的に今一番欲しいちょっと G クラスなんですけれども、はい、どんな限定車なんですか。はい、これがですね、まあモデルというよりかはちょっとこの色が欲しいっていう色カラーです。はい、あ、前にも何回か言ってました。あ、そうですそうですそうです。結構クセ強系の、ね、はいはい、カラー好きじゃないですか、僕。そうですね。はい、はい、ということで、結構珍しい色なんですよ、それっていうのが。なかなかもう普通の通常グレードではない、ない色ですね、うん、もうその限定車でしかない色なので、そう、それが今ね一番欲しいなと思ってるですけれども、はい、それがそのカラーというのがね、結構クレイジーなね、クレイジーなカラーなんですよ。どういうことですか。はい、そんな、G クラスのクレイジーなカラーの限定車についてね、ちょっとご紹介していきたいと思います。はいはい、で G クラスのまず定番カラーといえば何色が思い浮かびますか。一番はオフシディアンブラック、うん、ああ、ね、そうですね、定番、まあ、王道って言われる色ですよね、うん、やっぱりすごい人気ありますもんね、うん、そう、定番カラー。あとはポーラーとか。ああ、そうですね、ポーラー、ホワイト、まあ、シルバー系、シルバー系、うん、かなと思うんですけれども、そうです、クレイジーのイメージがあんまりつかないんですけど。つかないですか。クレイジー、クレイジーです、本当にクレイジー。そうです。はい、はい、まあまあ、よくね相場情報でも、まあ、こうお伝えしてるカラーって大体がやっぱりオブシディアンブラック、ポーラーホワイト、イリジウムシルバー、このあたりがまあ基本的には多いと思うんですよ。ちょっと珍しいところでシュトリンブラウンとかな感じですね、はいはい、そうですね、そうですね、そう、そうなんですけど、はい、まあ、このカラーっていうのは結構どのモデルにも、まあ、共通して言えるカラーなんですけど、うん、で、今日ですねご紹介する、その G クラス限定車っていうのが、まあ、カラーが結構、メインになっている、特徴的なそんな限定車なんですけれども、はい、ズバリですね、今日ご紹介するその限定車っていうのが、W463、 要は前型モデルのですね、限定車で G63AMG クレイジーカラーリミテッド、そっから来てるんですっていうね。はい、もう限定車の名前からですね、クレイジーな、クレイジーカラーということで、メルセデス・ベンツさんがもうクレイジーって言っちゃってる、ね、クレイジーって言っちゃってる。なんでもクレイジーカラーなんですよ。はい、そういうことですね。そうっていうことでね、今日はこの G63 クレイジーカラーリミテッド、はい、についてご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、この限定車が発売されているのが、2015年の9月ですねに発売。結構前ですね。そうですね、まあ、この前型の G63 っていうのが2012年から出てるモデルなんで、まあ、ちょうどそこから3年経ったぐらいに、出た限定車っていうことで、全部でこれ5色結構あるんですね。5色あります、まず、サンセットビーム、サンセットビーム、
はい、あ、画像貼っときますね。画像貼ってください。はい、はい、トマトレッド、名前もクレイジーですよね。そうです。なかなか名前でつけないですよね。はい、トマトレッド、はい、でソーラービーム、ソーラー、はい、ソーラー、ソーラービームで、ギャラクティックビーム、強そうな必殺技みたいな名前ですね。はい、そうですね。で、最後エイリアングリーン、クレイジーですね。クレイジーですよね。はい。で、まあ、それぞれ今まあ、動画写真見てもらって分かるように。全部ね結構特徴的な色じゃないですか。で、これがすごいんですよ。全国で50台限定。50、あ、一色50台ですか。違います、全部で50台。あ、全部で50台。全部で50台。めちゃくちゃ少ないですね。そう、それぞれですね、サンセットビームが12台で、トマトレッドがもう12台で、ソーラービームが9台で、ギャラクティックビームが11台で、エイリアングリーンが6台、計50台っていうね、すごい少ない限定車なんですけど、一応ですね、ちょっと特徴になっているのが、まあ、オーバーフェンダーですね、あとフロントとリアバンパー、あとルーフですね、あとドアミラーがですね、そこがブラックアウトされている感じで、まあ、要はちょっとツートンっぽい感じですね、まあ、ブラックアクセントの効いたところで、あと、まあ、あのホイールも、ブラックホイールついている感じですね。で、その当時ですね、販売価格、一応車両本体価格で2200万円、2200万円っていう感じなんですよ。ちなみに、あの、はい、よじっちゃんが欲しいのはどのカラーですか。これね、今ねというかですね前からあったんじゃないですか。はい、これね、あれなんですよ、パッと僕が見たとき欲しいなと思ったのはソーラービームです。ソーラービーム、あ、はい、この画像に出てる黄色い感じの、はい、黄色い感じ、僕黄色も好きなんですよ、うん、緑ここにね、そう、黄色好きなんですよ。で、ソーラービーム、まあ、一番欲しい色ですね。で、エイリアングリーンも実は気になってます。あ、グリーン好きです。グリーン好きなんで。ただね、あともう一個サンセットビームはい、はい、これもねやっぱ気にはなりますねそう、結構どっちかというとその原色系ですよね、うん、が好きなんで、まあそういったところが理由でですね、欲しい色、うん、欲しい G クラスなんですよ。であと結構ですね、その僕、W463 の G63 っていうのは本当に G クラスの中でも多分一番僕楽しい車、うん、乗っててこうテンション上がってくる車っていうのがこの W463 の G63 なんで、まあ、それの限定車のこのカラーっていうのはもう僕の中では結構ドンピシャです。あ、そうなんです、ね、はい。これ50代だと、はい、なかなか出てないですよね。出てこないですよね市場。そうですね、そのオークションでもほとんど出てこないですね、うん、多分年に2台、まあ2台とか3台ぐらい出てこればっていうぐらいかなっていう。もう本当に少ないですこれは。だって市場価格だとどれぐらいって、まあ、それもない感じですか。そうですね、まあ通常のこの63に関しても相場って結構あまりはっきりしてないところがあるんで、よりこういう限定車のこの希少価値が高い車ってなるともう相場はないですね、正直。相場はない車ですね。なのでドーンと上がる時もあれば意外と普通っていう時ももしかしたらあるかもしれないっていう。欲しい人がそのタイミングで集まれれば。そうです、そうです、っていう感じなんですね。はい、まあ G クラスも本当長い歴史があるんですけれども、まあ、その時その時でいろんなモデルのいろんな限定車ってやっぱ出てるんですよ。いろんな本当限定車があるんで、まあ、それぞれですね本当に良さがあります。正直いろんな良さがあるし、まあ、僕みたいに、あ、これがいいっていうのは当然、ね、皆さん全然違うと思うんですよ。皆さんにとってはこの限定車がいいっていう、この人にとってはこの限定車がいいっていう、やっぱ限定車ってそれぞれの特徴のあるやっぱり個体になるんで、
まあ、色が特徴なのもあれば、例えば装備だったりとか、いろんなね、やっぱりそれぞれあのブラックアクセントが効いてるとか、そういったところの、良さっていうのは本当にある車なので、まあ台数はやっぱどれもこれもすごい少ないんですけど、けどね、ぜひそこは自分の好きな G クラスにこう乗ってもらうのがいいなと思いますんで、これからですね、ちょっとこの限定車紹介っていうことでいろんな限定車をちょっとご紹介していこうと思うんで、もしね、興味あるやつとかあったら、ぜひちょっとね、そこは詳しく見てもらえたらいいなと思いますね。はい、で、もしですね、このクレイジーカラーリミテッド乗られてるちょっと63オーナーさんいましたら、ぜひですね、ちょっとお車見させてもらいたいな思いますんで、ね、ぜひちょっと遊びにお越しいただけると嬉しいなと思います。リュウジンチャンネルでその限定車コンプリートしたいですね、動画紹介。そうですね、まあ、まずは本当、そうですね、ソーラービーム欲しいですねまずそこですね、ソーラービーム欲しいんでね、ぜひちょっと一回見てみたい。これは本当にこうまじまじとやっぱ原車見る機会ないんで、僕ももう本当さーっと今のそれだっていう限定車だっていうぐらいで、こうまじまじと見る機会って本当にない車なんで、ぜひちょっとまじまじと見させてもらいたいですねはい、そんな感じでございます。はい、ということで今日はですね、G63AMG のクレイジーカラーリミテッドっていうね、限定車のご紹介をさせていただきました。はい、またですね、また G クラスの、別の限定車紹介やっていきますんで、また、そちらの方でお会いしましょう。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。